はいどうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さんお元気してましたでしょうか。本日はですね、こちらを改めてご紹介したいと思います。 AirPods Pro に追加される空間オーディオとはっていうところでご紹介させていただこうかなと思っております。私のチャンネルはですね、このように Apple の商品の将来的なものの紹介だったり、 Huawei とかの機種を紹介したりとかをしております。ぜひこちらもチェックしてみてください。今回ご紹介させていただく AirPods Pro の空間オーディオとは、6月の23日ですね、 WWDC で発表された AirPods の OS のアップデートで紹介された機能になります。この6月23日の WWDC で発表された AirPods OS の最新機能としては、自動接続切り替えっていう機能ですね。これに関しては Bluetooth のマルチポイント接続というものを応用したもので、様々な Apple 機器、 iMac、 iPhone、 iPad ね、MacBook Pro、こういった様々な Apple 機器に時とタイミング自動で切り替わるっていうような、まあ、機能になっております。僕が今回紹介するのは、この空間オーディオシステムっていうのを別の新たな機能になってまして、これ最近のサウンドシステム、ホームシアターセットとかでよく聞いたことがあると思うんですけど、前後左右上あとは斜めとかから音の演出を売りにしている、そういった歌い文句と全く同じようなものと予想というか、まあ全く同じようなものです。はい。で、AirPods Pro でできることとしまして、まず対応しているのが Dolby Atmos 5.1 と 7.1 チャンに対応しているみたいですね。まあ、いわゆるですね、5個のスピーカーと1つのバススピーカーって形と、7個のスピーカーと1つのバススピーカーっていうような形になっております。それを2つのこの AirPods の Pro の中のイヤホンで再現するっていうような仕組みですね。これはもう正直言ってすごいなっていう感じがするんですけども、この空間オーディオ自体はすごい珍しいものではなくて、実際過去ですね、 HPL 技術っていうものがありまして、ヘッドホンリスニング技術っていう風な形なんですけども、すでに実現はされてたんですよ。ただこの AirPods Pro で今回この空間オーディオっていうところで、皆さんがよくすごいなっていう風に言っている機能っていうのが、イヤホンをつけた状態でホームシアター的な体感をさせてくれるっていうところがすごいなっていうところなんですよね。まあ、実際こう部屋とかでテレビの前でそれぞれスピーカーを正しい位置にセットしてホームシアターを実現するっていうのは正直簡単なことなんですよね。だけどイヤホンをつけたまま頭も動かし携帯も動きっていう、その状態をしながらもそれを加味した上でヘッドホン、この AirPods Pro からホームシアターを実現させるっていうのが今回 AirPods のすごいところでした。まあ、仕組みとしてはですね、この AirPods Pro に入っている加速度センサーっていうものとジャイロスコープという部品があるんですよね。それを使って揺れを感知しまして、音の臨場感だったりとかをリマップ化してそれぞれ再現するっていうような仕組みになっております。まあ、これをうまく使えばですね、将来的にこちらの動画でも紹介させているような Apple Glass とかだと同時使用した時に AR、VR とかセットに使うことで使いやすい、音としても最高だし空間としての再現性も最高っていうような、皆さんの元にですね、よく映画であるようなシーンとかが現実化により近づいたかなって感じに僕は思っております。まあ、ちょっと詳しいことに関しましてはね、こちらのこれから流す動画を見ていただいて、この空間オーディオっていうのはどういうものなのかっていうのを皆さんに分かっていただければなと思います。はい、どうぞ。You know the experience of being in a movie theater with a state-of-the-art surround sound system? One where the sound not only comes from in front of you, but also from the left, the right, behind, and even from above you? Well, we are thrilled to bring that same immersive experience to AirPods Pro. But it turns out it's a lot harder to do when you only have a single earbud in each ear. So our team created advanced spatial audio algorithms for AirPods Pro that replicate the movie theater experience. By applying directional audio filters and subtly adjusting the frequencies each ear receives, we can play sounds virtually anywhere in space, creating an immersive surround sound experience. But to truly deliver on this promise, we had to factor in real life situations. First, people move their heads. For an authentic surround sound experience, you need the sound field to stay fixed, so the voice feels like it's coming from the actor and not some random point in space. So we use the accelerometer and gyroscopes in AirPods Pro to track the motion of your head, remapping the sound field so it stays anchored to your device, even as your head moves.
And it's not only your head that can move, but you might move your iPad or iPhone as well. That's why we constantly compare the motion data from your head and your screen to understand how they're moving in relation to each other. So if your bus turns the corner or your plane banks, the sound stays in sync. The result is a surround sound experience that keeps you in the middle of the action, no matter where you go. Spatial audio for AirPods Pro will work with content encoded in 5.1, 7.1, and even Dolby Atmos. Thanks. いかがだったでしょうか。こんな感じで、ね、先ほど言ったように左右上下っていうところから音が出る、さらに音の臨場感をリマップ化させるっていうのが今回の空間オーディオの概要にはなっておりました。はい、現状としてはですね、リリースタイミングは未定、 iOS14 と iPadOS14 ですね、こちらに僕は合わせるんじゃないかなと予測しております。やっぱり新しい節目っていうところで、同時に出した方がよりユーザーにですね、まあインパクトも与えやすい、そして使用した時の期待値だったりとかダウンロード数とかも期待できるっていうところで考えると、まあこのタイミングが一番妥当かなと僕は思っています。でそれに合わせてですね、やっとちょっと生産性として追いついてきた AirPods Pro がですね、また売り切れになる可能性っていうのも高いかなと思います。新しい OS AirPods Pro、 AirPods で使用できるんです。ただですね、 AirPods Pro でしかこの音の臨場感を再現できない空間オーディオシステムっていうのは使えないので、そう考えるとさらにこれを使いたいっていう需要性、ユーザーとしての、まあ、買う以外の理由がないっていうような一つの大きなポイントになるかなと僕は思っておりまして、またこれが売り切れになる日も近いんじゃないでしょうか。僕の概要欄の方にですね、 AirPods Pro の購入リンク Amazon の方を載せておきますので、ぜひですね今のうちに購入していくことをお勧めします。はい、じゃあこんな感じで今回の動画終了とさせていただきます。チャンネル登録、高評価よろしくね。バイバーイ。